抜けない程度に握ってるぐらい感じです。右足にしっかり体重乗せたのを左足に乗せるっていうその順番とタイミング、はい、遠投をやっぱりまあ大事にするとか、最初のフィニッシュの位置からこっちに移動してフィニッシュ。こんにちは。今回は村中恭平さんと吉典さんをお迎えして番組でいろいろなプロ野球選手の方にお聞きしておりますキャッチボールについてお話を伺いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お二人流の、それこそ村中流、吉典流のこのキャッチボールへのこだわりということをお聞きしたいんですけど、まずじゃあ村中さんから。キャッチボールのこだわりは、まあ、今足上げてないんですけど、はい、ピッチャーだったら足上げた時にやっぱしっかりまず立つっていうのを、はい、しっかり軸足に乗せるのを意識します。やっぱりまずはしっかりこう軸足に乗っけて立つということが大事、はい、そこがやっぱりグラグラしてると安定しないんで、あとはやっぱ力入れすぎないっていうんですよ。力を入れすぎないっていうのは、はい、投げる時に力を入れすぎないってことですか。指先ですかね、はい、まあ、そこは意識してます。どうしてもこう投げるときにぐっと握ってしまう子たちってすごく多いと思うんですけど。そうですね。ほとんど僕はイメージとしては握らないです。握らない。はい。ボールがやっぱ抜けない程度に握ってるぐらい感じです。はい。でそれで勝手にボールが離れていくんで、それをなんかイメージで言ったらボールがこうつまむみたいな感じ。つまむ。ぐらいの感じでスピンをかけてるって感じ。リリースの時につまむみたいな感じってことですか。イメージですね。難しい。ああ、また違う感じですね。あ、今やられてみましたか。はい。吉典流のキャッチボールのこだわりっていうのは。こだわりというか、僕はまあこの今はちょっと距離取れないんであれですけど、はい、僕遠投をやっぱりまあ大事にしてるというか、はい、必ずやるようにしてて、はい、でまあ大体キャッチボールがうまくない人というかうまくできない人って、はい、近い距離だからそこに合わせて投げちゃうんですけど、はい、でも遠投って、はい、言ってみたらアバウトなわけですよね、はい、相手の距離が、はい、だから気持ちよく投げれるというか、うん、まあ僕もあんまり短い距離得意ではないんですけど、目からもらう情報ってすごい大事で、はい、近いからそこに合わせて投げちゃう。でも遠投だとその見方がアバウトになるんで、はい、体が大きく使われるっていう、だ視覚って結構大事だなって。だわざと目線を外す人って結構いるんですよね、ピッチャーって。その開きが速くなったりするんで、ずっと見てると。はい、修正方法としたら、僕だったら一塁側とホームだったら、はい、斜め45度ぐらいに目線を置いといて投げるみたいな。大体顔で引っ張られて体が出てきちゃうんで、はい、そこで引っ張られないように投げるみたいな。試合とかに投げてる時は開かないように意識するんだったら、こう顔を覗くんじゃなくて目線だけでそっちを見るぐらいで、そうすると顔はいかないんで開きは抑えれます。ピッチャーにおいてこのキャッチボールで特に大切にすべきところっていうのはどんなところにありますか。僕は回転軸とその力を入れてない中でもしっかり伝わるリリースポイントがやっぱりあると思うんで。まあそのしっかり立つ中でも投げた時に力を入れてスピードを出すっていうのは多分誰でもできると思うんですけど、力を極力入れないでいい球でスピンをかけるっていう。力を入れないでスピンをかけていい球を投げる、難しいですね。それができるようになってくると大体同じような投げ方できるんで、その力を入れなくてもスピンがかかっていいボールがいくっていうのはリリースのポイントによって変わるってことですか。多分自分の一番力入りやすい場所があるんで、はい、そこで投げれるように、自分で見つけるって感じですか。吉典さんはこうピッチャーのキャッチボールにおける大事なところ、重要性っていうのは。僕はどっちかというとリリースとかではなくて、はい、その下半身の使い方とか、はい、体重移動する方向なんですけど、はい、で基本的にキャッチボールって絶対平地でやると思うんですよ、はい、でも僕らピッチャーって勝負するとこは傾斜になるんで、はい、だより一番最初に村中さん言ったようにこっちの右足にしっかり体重を乗せたのを左足に乗せるっていうその順番とタイミングっていうのは気をつけてて、はい、で傾斜と比べて平地って傾斜よりも先に足がついちゃうんで、はい、意外にタイミングが難しいんですよ。僕はもう別個で考えてるんですけど、平地と傾斜は、うん、はい、で傾斜は特に、まあ、傾斜がつく分体が前に行きやすいんで、はい、平地よりも右足に乗ってる時間を長くしたいのは意識してて、うん、しっかり足を上げて軸足に乗っけて、はい、でそこからこの体重移動で、その体重移動もなかなか難しい子が多いと思うんですよ。どうしてもこの中で後ろに乗ってるままこう投げちゃったり、逆に言うと突っぱねた状態でこう投げてしまったりとか、そういう子たちがこう体重移動をうまくするためにはどのようにこのアプローチしてあげたらいいのかなっていう。まずそれをじゃあ強制させるんだったら、僕は足を開いて、はい、もう方向を決めちゃう、はい、でその方向に対してまっすぐ出すっていう、はい、ノーステップで投げるっていう、はい、そうですね、吉典が言った方法で、はい、足だけに特化して使いたいんだったら、やっぱり開いてこうしっかり体重移動で投げる練習が一番いいですかね。ああ、なるほど。まあでも確かにそうすると自然とこういきますよね。はい。その順番が大事なんだよ、やっぱり。はい。こっちからこっちに乗せる運動なんですけど、意外とこっちから乗せるってこっからこうって難しくて、はい、僕も下手なんで、じゃなくて最初のフィニッシュの位置からこっちに移動してフィニッシュっていう。あ、前に乗ってる状態から後ろに乗っけて前に乗せる。ああ、なるほど。方が分かりやすいから。なんかちょっと反動もついて体も動きやすいっていう。もうイメージしやすいんだと思う。はい。でもなんか漠然とこっちからこっちに乗せるってなるとどう乗せていいか分かんないから、はい、まずは乗せたフィニッシュの状態を作って、うん、そこから戻してそこにまた戻すっていう作業が一番分かりやすいかなと思うんですけど。これぜひやっていただきたいですね、野球少年たち。この地面の力を使うっていうので、はい、こう移動も大事なんですけど、はい、一番それをやるのに大事なのが地面の力を感じるのが大事なんです。感じる、はい、だから前に行った時に前に乗るじゃないですか、はい、そしたら前に行く力と地面からの力を押し合う感じで戻るんです、はいはい、でこっちも行った時に地面を押すんですけど、地面からの力をもらっているように押さないと地面の力で下半身を使えないんで。なるほど。自分の体だけでこういうふうにやるんじゃなくて、押したらその下から来る反動を利用してこっちに行く、乗ったものを反動する力を利用して投げる、それが足を使うってなります。まあ、それをみんな感覚でやってるんですけど、はい、大体が、うん、ちょっとやってみたくなったありがとうございました。